神技館配置図八神殿は天皇守護の八神を祀る神殿。古代から中世の間には神技館祭院にその宮中八神殿が衰退した後、江戸時代には吉田神社境内、白川屋邸内にそれぞれ設けられた。現在は皇居の神殿に合祀されている。祀られる神は次の八神。縁儀式と古語周囲で表記は異なるが、同じ神を指す。 平安時代の宮中では、神技館祭院において、三金なと称される女性神職、具体的には、大井戸府二人、ザマ婦一人、五門婦一人、行島婦一人により重要な神々が、包在されていた。八神殿はそれらのうち大井戸府によって包在された、八祠の総称である。祀られる八神は、天皇の健康に関わる重要な神々で、演技式神明帳においては、 全国3132座の筆頭に記載されている。小津によると、八神殿は各神を祀る社殿がそれぞれ独立しており、神技関西院の聖壁に沿って当面した社殿八、堺が南北に並んだ。八堺の周囲には、南北十条、東西三条の朱色の玉垣を三方に巡らし、各都のうちに、神体はおかず栄きのみを置いたという。玉垣には、 第一伝、第五伝、第八伝の前の三箇所に鳥居を設けていた。また、演技式臨時祭の御夫婦、仙会友上小族上によると、神意は、小神四体分、女神四体分で、三か木が成人すると交代しその交代ごとに、神伝、神意、調度品すべてを一新するよう規定されている。奉仕する。 大井五夫は七歳以上の道女から選ばれ、霊衆月職員霊人儀館上の三かな木占い長の時点では和国夫二人からなったが、演儀式新明帳の時点では天皇、中宮の、東宮のための三人に改められている。八神に関する最も重要な祭祀は新滑祭り前日に行われた鎮魂祭である。鎮魂祭は、 天皇の霊魂の活力を高めるための祭りで、八神殿の八神に大事化日神を加えた旧、神により、浮遊する霊魂を体の内に止めて、心身の統一が起とされた。冒頭の神三日神、皇后三日神、玉関三日臣、聖三日神、足三日,日神の五神は、いわゆる、結びの神として霊魂に関わる神々で、特に神三日神。 皇后三日神は、造家、三神のうちの二神である。次の大宮売神は、宮殿の人格化ともないしの神格化とも言われ、君臣の上下を取り持つ神とされる。そして未竜の神は食物を司る神、ことしの主神は言葉を司る神とされる。また、古文周囲によると、初代、神武天皇の時に、 皇天にその御とのりのままにひもろぎを立て、高見結び、神結びの、魂止め結び、生産霊、足結び、大宮売り神、今年の主人、御前神を放祭したといい、その祭祀はこれに始まるとしている。なお、祭神八神は天皇に直接関わる重要な神々であるが、そのうちに皇祖神である、アマテラス大神が含まれていないことも特徴の一つである。 古代にアマテラス大臣が宮中に祀られたことはなく、日本初期のシルス伝承では、アマテラス大臣は、主神天皇の時に宮廷外に出されたとしている。実際にアマテラス大臣が朝廷の最高神に位置づけられるのは7世紀後半以降であり、それ以前の最高神は、高見結び尊であったとする説もあるが、高見結び人は、アマテラス大神家の父で、 生三霊人こそが、アマテラス王美か、シ霊人をその妻ちび女尊と同神と会し、八神殿は、歴代の高祖神を夫婦で祀ったものと見る説もある。また、前者の説から、七世紀末頃に、高見結び村は宮中に、アマテラス大神は伊勢に住み分けたとする説もある。八神については、前述のように大道二年編さの、古語周囲で、記述が見えるほか、 天安三年には、神三日人、鉱五三日人、玉関三日人、聖三日人、足三日人の五神の深海が、6位から11位に上った胸の記事が、その4日後に神三日人、鉱五三日人、玉関三日人、足三日人の4神が、小一くらいの極位に達した胸の記事が記載されている。延長5年成立の演技式新名帳では、 三か祭神八座並大月寺二位鍋として、式内大社に列するとともに、月次祭、二位目祭りでは平白に預かる旨が記載されている。神技館の祭祀は、中世には衰退するが、南北朝時代までは、古代の形が維持されていた。しかし応仁の乱での消失以後は、宮中では再建されず、江戸時代に、吉田家が、吉田神社境内に、白川家が、帝内に、 それぞれ八神殿を創建して、宮中の八神殿の代替とされた。明治維新を経て、神儀館が再興されるにあたり、明治2年に神儀館の神殿が創建されて千座祭が行われた。この際には、八神殿の八神だけでなく、天神地議と歴代の天皇の礼も祀られた。それまで、歴代の天皇の礼は、黒戸で武士式で祀られていたが、 これに伴い黒戸は廃止されている。明治5年9月に神議官は宣教のみを行うこととなり、八神殿は神議官から宮中へ遷座。歴代天皇の霊は宮中の高麗殿へ移された。明治5年10月に八神殿の八神を天神地議に合祀し、八神殿の名称を廃して神殿に改称した。そしてこの神殿が現在も 皇居の宮中三殿の一つとして継続している。大宮姫稲荷神社大宮売神社古代からの神技官の祭祀は、王人の乱頃までには、完全に廃絶している。八神の祭祀は、江戸時代に再興された後、明治以後は神殿に継承されているが、その祭祀内容は、古代からは全く変化したものになったと言われる。八神の祭祀を伝える神社として、初宮神社が挙げられる。 これは、奈良時代の宮中にあった、神議館の八神殿が分出されたものである。江戸時代に八神殿が設けられた、吉田神社と同様、春日大社との関わりが深く、春日赤宮恩祭りで殿楽を奉納する、田中帽子は、先んじて、初宮神社で殿楽を奉納するのが、しきたりとなっている。また、八神のうち特に、大宮売りは、 京都において大宮姫稲荷神社として伝わっている。また関連者として、大宮売りを称する唯一の式内者である、大宮売り神社が知られる。なお神技館の八神殿と関連して、古代の大城祭においても、京都、雪、月二国の最上院において、八神殿と称される、仮設の建物が設けられたことが知られる。上岸儀式巻第二や、縁儀式巻第七によれば、 その際に祀られる神はの八神であり、午前、八神とも総称された。これら八神の祭祀は、大前職による神戦準備のためで、神議官八神の祭祀が天皇守護のためであるのとは異なっており、構成される神々も八神中四神は異なる。しかしながら、各となる神々は共通することから、これら大上祭での仮説の祭祀が神議官での、 常設の祭祀の原始形態に当たると推測する説が挙げられている。ありがとうございます。